はい、どうもしゅんです。こんにちは。僕は今、自在という会社さんに来ています。で、自在っていう会社は、スロパチステーションっていうメディアであったりとか、あと、未来あかりとか、その VTuber 領域であったりとか、バーチャル YouTuber の配信サービス、アプリとか、っていうのを運営されてる会社で、今、すごく勢いのある会社さんに来ています。塚本大地さんに今日は面接をしていただきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、最終面接という形で塚本さんに面接をしていただいて、僕と一緒に働きたいか否かをちょっと判断していただきたいなっていうふうに思います。結構僕、いい人が好きで、はい、なんか人間性っていうのをかなり重視してて、まあ、当たり前だけど、はい、嘘をつかないとか人を傷つけないとか、はい、っていうのをすごく重視している。だけどその個性ってのもすごい重要で、変わった人とかでもいいし、なんか多様性ってあるべきだと思ってるから、人それぞれいろんな価値観とか考え方が違う中で、だけど根本にあるのはその人間性の素晴らしさみたいなものをめっちゃ見てます。なるほど、はい、どっか大きい船に乗って一緒にやりたいみたいな気持ちってあるんですか？あ、めちゃくちゃあります。あ、じゃあ決まりだ、うちだで、企業とか経営にこだわってはないです、結論、うん、僕自身ももともと1年前まで就職活動をしてて、すごい地方と都会の情報格差みたいなのを感じてでそこを YouTube でできないかなと思ってたまたま起業したっていう流れで今あるので。大学生ってさ、はい、実態知らなくない？もちろんうちのこともそうだしさ、はい、この会社もさ、実際中身どんな感じで、うん、っていうの分かんないじゃん。はい、だ俺もこれめっちゃ授業でやりたい。人材かける YouTube めっちゃいいよ。はい、絶対来ると思うわ。大学生の就活までってやってたことあるんですか？大学2年から YouTube を始めたんですけど、就活ジャルに特化したのはまあ1年とか、まあ、9ヶ月前ぐらいで、それまでは、はい、ひたすらいろんなジャルの動画を上げてました。例えば大食いとか、なんですか、旅行に行ったりとか、はい、全然違うやつやってて、はい、自分が就活を初めて思ったのやっぱ就活にやろうって。そうですね、あと全然伸びなかったんですよ。正直すぎるな、はい、で登録者数1000人もいかなかったんですよね、7ヶ月ぐらい、うん、で、あ、これじゃダメだと思って、自分の強みとかをちゃんと分析したり、いろんな人に聞いたりしてって感じですね。すごいな、やってみることの大切さ感じたわ。いやいやいや、ありがとうございます。1000人でもやってみた結果さ、その先にさ、はい、今のパターンがあったわけじゃん、はい、いきなり人材がいけると思ってやったわけじゃなくて、はい、やって、人材ってなって上がってるとすげえと思った。あ、ありがとうございます。なんかその精神俺忘れていた気がするなんか、はい、こうやったら絶対当たるよなっていうのが自分の中であって、はい、それがないと走れなくなっちゃうね。全力がついてきてさ、反省した。いや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 、そういうことだよな。塚本さんが今やりたいこととかってあるんですか？もちろんそのやってる既存事業もそうだけど、はい、YouTube の領域は確実に超張るって決めてて、7年前から YouTube 大好きだったし、はい、初めてやって4年前の授業も YouTube だし、2個目の授業も YouTube で、はい、まあ、今後さらにやっと2020年 YouTube が市民権をさらに得たなっていう感覚がしてて、いや本当そうですよね。YouTube かける、まあ、何々っていう、まあ、いろんな領域があると思うんだけど、はい、それは人材かもしれないし、職かもしれないし、まあ、もっとエンタメよりかもしれないんだけど、とにかくそこの領域は全部総取りする。こういった形で話して一緒にやりたいかみたいなのを判断するっていう感じなんですか？うん、基本的にはだってさ、そのなんか経歴みたいなの事前に見てればさ、まあ、分かるじゃん、はい、大体、はい、でちょっと調べれば各にやったこととかも分かるし、まあ、メンバーが1時2時ってやってたら、はい、まあ、聞くじゃん、はい、こういう人でしたみたいな、はい、ってことは俺が感じ取れないのっておそらく経歴でも能力でもなくて、なんか人間の部分かなって思ってるから、その人が何者なのかってことに超興味があって、うん、どんな人なんだみたいな。塚本さんが大学生の時にやってよかったなって思ったりとか、うん、やった方がいいことみたいなものがあれば教えていただきたいなって思います。お金を稼ぐっていう感覚を早い段階で身につけたことが結構あるなと思ってて、まあいろんなブログやったりとか、その時 YouTube やってなかったけど、はい、なんかまあ、その月数百万っていう単位は、はい、自分でこういう形でインターネットを使うと稼げるんだなっていうのが分かった。それは結構でかかったし、はい、まあ、難易度高いと思うけど、自分がこう生んだものからなんか直接価値を感じてもらってお金をもらうっていう経験をちょっとするといい。それはどっかから物を仕入れてきて売るでもいいし、なんかまあ極端な時代にこうアドバイスしてあげてもらうでもいいし、ブログでもいいと思ったんだけど、はい、やっぱ自分が出したアウトプットに対してお金をもらう感覚っていうのは超重要だと思っている。確かに、まあ、その感覚は俺がつけといてよかったなっていうものが一つと、はい、いろんな人の価値観に触れて、あ、
自分は違うなって、なんか自分を空にする作業だと思ってて、いろんな人のエッセンスを入れてくると楽しい、確かにこういう考えがあって、こういう価値観があって、こういう人がいるんだっていうのは、もっともっと大学生の頃にやっとくべきだったな、うん、人と会うことと、うん、他の価値観に触れるっていうことを、うん、いや自分でビジネスちょっとしてみるみたいな、うん、かな。僕と一緒に働きたいか否かを判断していただけたらなっていうふうに思います。これさ、働きたくないって人いるの？で、これさ、働きたくないって人いるの？今まで一回でもある？あります、あります。あるんだ。はい。あるんだ。はい。分かんないよね。こんななんかさ、一瞬でやっぱさ、めっちゃ真面目にすると、はい、やっぱ分かんないから何度もあって、って俺はいつも作業してる。なるほど。すごい時間をかけて、はい、特に口説きたい人であればあるほど、かなりノリでは採用しないようにしてて、うん、俺のことも分かってほしいし、はい、会社のことも分かってほしいし、相手のいいところも悪いところも全部含めて、全部体に入れて、噛んで、よし、やろうって決めるは、結構。なるほど。っていう前提のもと、今この瞬間だけで言うと、働きたいです。なるほど。分かりました。ありがとうございます。じゃあ、第一印象は割と良かった。いや、だいぶいいよ、だいぶいいよ。ありがとうございます。かなりいいよ。ということで、自在さんでは、そのインターンの募集もされているので、塚本さんと一緒に働きたい方はぜひ応募してみてください。ということで、今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。どうも、しゅんです。2月22日、石川県の金沢市文化ホールっていうところで、SDGs 金沢企業パークという就活イベントに参加します。12時から、大学生がやるべきことをテーマに僕も講演をさせていただきます。ぜひ概要欄から参加をお願いします。よろしくお願いします。